今中城湾港に着きました。すでに多くの人々が抗議集会に参加されています。あれが自衛隊がチャーターした、民間船ですね。白鸥という船ですね。かなり大きいです。会議の山田さん、よろしくお願いします。僕らが乗ってきた、バスですね。タクシードバスで今日は来ました。おはようございます。ただいま紹介いただきました辺野古の危機を阻止する田中ロスクの展開での有志です。今日は朝早くから民道路23の発行による自衛隊車両の安全に対して多くの方々が安全の意思を表明するために参加いただきまして大変ありがとうございます。私たちも少数ではありますが最後まで頑張りたいと思います。ご存知のように私たちは米軍も自衛隊も全ての沖縄における危機を解消するために家族にとって頑張っていると思います。米軍も自衛隊も軍隊、米軍だからの自衛隊だから OK ということはありません。両者が緊密に協力して台湾の有事を煽って台湾を戦争の海に巻き込み、さらには沖縄も戦場にしようとしています。しかしこれは沖縄の問題では本当はありません。アメリカは米中戦争を煽って中国を戦争に引っ張り出す。しかし仮に台湾で戦争があったとしてもアメリカは出てきません。アメリカは後ろに下がって私たちが武器及びその他の諸々のものを供給して自分たちを儲ける。もし戦争とかいうことになって沖縄が戦場になったら同じアジア人同士で戦わせる、そういうことをアメリカが企んでいます。アメリカは決して前に出て戦争をするということはありません。私たちは基地があれば攻撃される、軍隊は自衛隊を守らない、これが沖縄戦の教訓だというふうに認識しています。米軍であれ自衛隊であれ軍隊、こういう軍隊が沖縄を戦場仮定して訓練をするということは到底許されることではありません。住民である私たちが殺される、そういう状況は何で許されません。台湾有事というふうに煽っていますが本当は台湾の問題、中国国内における台湾の問題、これは中国と台湾でお互いの話し合いの中で解決されるべきものです。それを煽っているのは日本の支配者とアメリカの政府、これが自分たちの利益のために煽っている、そういうことに私たちは認めることもできないし、それを反対して必ず米軍にも自衛隊にも沖縄から出て行ってもらう、そういうような戦いを継続してやっていきましょう。今日は午前中の行動かもしれませんがお互い頑張って場所、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今、状況はですね、民間地と、それから編集地とですね、境をなくして、徐々に県民、国民の意識をですね、
戦時体制に向かわそうという、そういう魂胆が見え見えでございます。私たちはこのことについてしっかりと抗議の声を上げ、有事になる前に有事を止めさせる、その運動を各地域で起こし、そして結集して私たちの声を届けてまいりましょう。よろしくお願いします。ですね、駐車に関してのお知らせです。ちょっと今ここから見えますと、車が止まってますけども、その辺片付けていただけますか。今自衛隊が船から降り始めているそうです。スプレーゴール、自衛隊は演習をやめろ。沖縄を戦場にするな。沖縄を戦場にするな。台湾有事につながる合同演習をやめろ。台湾有事につながる合同演習をやめろ。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 我々は決して諦めないぞ。我々は決して諦めないぞ。はい、じゃあ続きまして、またお答えいただきたいと思います。沖縄市民会議から小江直也さん、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。沖縄市民会議から小江直也です。今日は朝からですね、多くの皆さんがこの中津保安港に、また自衛隊がこの港を使うということで、私たち民間のですね、この港を軍事利用に使わせてはいけないということで、多くの市民の皆さん、県民の皆さんがお集まりいただき、誠にありがとうございます。私たちの意思は、やはり再びこの沖縄を戦場にしてはいけない、そして台湾、そして先島、八重山、宮古、与那国、そして奄美、多くの19個の諸島をまた戦場にしてはいけないということで、私たちは一致団結してこの場所に駆けつけています。自衛隊、そして米軍の合同軍事演習を見ることで、中国や北朝鮮に圧力をかけ、この沖縄周辺に緊張を作っています。それを私たち県民市民一人一人がこれをやめさせることで、戦争へ向かおうとするこの雰囲気を打破していく。私たちはここに集まることで、それを共有し、必ずやこの米軍や自民党のこの思惑を阻止することができると思います。皆さん、これからも一致して頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。続きまして、平和市民連絡会、ジェイさん、お願いします。
をスクープしまして、この沖縄県内西に南西諸島琉球湖一帯に軍事計画があるんだっていう、その原案をスクープいたしました。それに度肝を抜かれまして、私沖縄平和市民連絡会でもあるんですが、早速ノーモア沖縄戦ぬちどぅ宝の会も作りまして、今山城宏さんはじめ全国に訴えて発生されております。そういう中でもう1年近くになりました。私たちの島をですね、まあ本当にこの石井行さんが申してますように、各地域の新聞にはあまり掲載されていませんが、沖縄本島では非常に危機感を持っているこの問題ですが、南西諸島の中に実はですね、アメリカ軍が、米インド太平洋軍司令官がですね、台湾が中国が台湾侵攻しそうだということをアメリカの軍事、皆さんお疲れさんです。今ですね、自衛隊車両は船から出て東埠頭に移動してます。ですからここからは自衛隊車両出ません。できなかったら車持ってる方、東埠頭に移動お願いします。大至急お願いします。準備られてしまったんですが、宮城さん言い残した分も含めてどうぞ。はい、皆さん、分散して立つことになりましたので、ここは先ほどの人数の1分の1ぐらいかな、ちょっと減りましたけども、私は沖縄平和市民連絡会の協力をしていまして、自衛隊はどこから落ちてくるか、そんなのを伝えるはずはありません。ですから我々も彼らも場所を探しながらこういう行動もありです。さあ、この行動を私たち今日から始めていますけども、本当にこれは着々と米国が仕掛けてきている台湾有事は日本有事、そして日米軍事同盟有事ということで、それを彼らは煽りに煽っています。その最初の煽りが、実はアメリカは大統領の権限が強いと言っても、大統領一存で戦争を続けることはできません。議会の承認がいるんです。ですから2021年に米インド太平洋軍司令官が米議会の公聴会で、もう中国軍、中国が台湾侵攻するのは6年以内であるとか、そして、次の後任のアキーノという米インド司令官も、いや、このもっと決断して高いんだというふうに米議会に決意させていくわけですね。米議会に働きかけて、台湾有事をしっかり目標に軍事整備化を図っていくということを工作しております。その工作の指示があって、日米合同委員会ではしっかり日本の官僚、内閣、政治家に働きかけております。最近では安保インフラということまで言い始めております。ですね、一般のインフラ整備というのは、国土交通省が住民の福祉のために港や道路や整備をしていくというインフラはありなんですよ。ところが、この国土交通省だけの権限では、安保体制に基づく安保の視点が欠けていると、だから安保インフラを整備する必要があるんだと、そういうことでいろんなですね、海上保安庁とかいろんな各保安体制、それから軍事研究所、いろんなところの資金を全部統合して、武器を充実させて南西諸島に配備していくんだと、軍事の増額を
きっちり測っていく上でいろんな統合が必要なんだという協議委員会を今設置を行っております。そうやって安保インフラだということを定義していくことで民間の港、空港、港湾、そういうこと、道路を使い勝手のいい有事の場合、戦争の時に使えるように総合的にインフラ整備もしながらやっていくっていう状態に今持ち込もうとしております。そのために昨年2021年12月24日に石井行さんという方が記者がねスクープしました。米軍の状態彼が出しました。そしてそこでは海兵隊の運用指針をしっかり書いております。私たちはアメリカ軍が日本に有事の気持ちを起こすことを煽らせて、そして相手のことを一体の軍事要塞化していくというこの沖縄差別ともいえる場所にまさに戦争の軍事的な合理性だけでどういうふうに駒を動かせればどういうふうに人は動く、どういうふうに軍艦は動くという、中国軍艦がここへ向かってきたらここから撃つというのをいわゆる200の琉球湖の島々の中で40の島々には水の供給体制が可能なんだと。その可能な地域はもちろん住民も住んでる場所です。その島を島自体に使っていって、そしてゲリラ的に海兵隊が動くが、その後方支援を自衛隊にさせて島々を自由闊達に動き回るという戦闘方式を考え出しております。それで今回もこの日米統合演習なるものはその予行演習を今始まろうとしているわけです。数万人の人たちが今動こうとしています。そしてハイマースも沖縄に入れようとしております。そして今まで与那国島は空港を使ったことがありません。米軍はそこを米軍が使い、そして米軍が行動を戦車を動かしていく、自衛隊とともにそういうことで、初めて与那国に米軍が入り込む。そして自衛隊とともに、まさに住民の道も使ってそこを動いていくということを全部やっていきます。そういう意味であらゆる民間の空港、港、港道、いろんな施設を全部準備しようではなく準備しように作り直して、それを住民に受け入れさせていくという地ならしを今始めようというわけです。始まっているわけです。そのために私たちの頭にもう戦争が来るのは当たり前、その準備を心待ちしておけばいいみたいな状態に作り変えようとしているわけです。全く民間の港をそのように使用させてはいけないというのを私たちが沖縄平和市民連絡会は実は2月、3月、4月とですね、沖縄県議会議員一人一人に情報提供し、できるなら平和市民をとともに話し合ってほしいという場の設定も求めて、沖縄県に対して強く民間航空いろいろ日米共同作戦に乗らないように、その配備もうすでに配備されているミサイル基地は撤去させるように、そして軍事的な武器みたいなものは全部撤去させていくように、各機関が取り組んでいくことを、のみならず沖縄県全体の町村にも提案しております。今まで議会と平和市民が交渉したところは富津市、それから糸満市、それから左官町です。左官町だけは議会で一応要件を対策議会に入っております。でも他の市町村からはまだ何のいわゆる私たちへの意見というものは出てきておりませんし、沖縄県議会は一切どの方もこの問題に関して、議論をしていくよという体制をまだ私たちは聞いておりません。という中で
10月31日、先週の月曜日ですね、私たちうるま市民連絡会とうるま市議会の島ぐるみの皆さん、市役所の皆さん、11名が県の、まあ、割とトップ官官僚の皆さん方と話し合いを持ちました。今回の新騒動23、これに対してですね、民間の港である中城湾港、あるいは与那国、それから大名の日の子、そういったところを県の管轄管理下にある港なので使わせないように注意してくださいというふうに申し出を行いましたが、まだ彼らはですね、これに対してルーティンワークの中の一つとして考えて、民間の船を、このようなの民間を使って船は出入りさせますから、その時に申し出使用書に間違いがなければ、法律上ミスがなければ通過させますという態度なんです。そういう意味で全く民間の船の出入りレベルでした。我々は本当にショックを受けました。そして県議会、県の三役、皆さんだか今回の共同作戦、それから日米共同統合問題に関して何らかのお話し合いを持っていますかというのも再三尋ねましたが、しっかりはいやりました、やる決意ですなんて声は一つもありません。だからとても沖縄県に対しても私たちは抗議しながら、沖縄県の港なんですから使わせないようにしない限り命を守るはずの県庁が無策、無作為、仕事をしなければ我々は死んでしまう対象なんですよということをしっかり自覚させていかないといけない。もう一つ加えますとですね、今回復帰50年にあたり、この時が自衛隊の沖縄駐屯50周年にあたるわけです。この50周年記念に対して玉城デニー知事の代理で池田副知事が参加しまして、沖縄のに配備された自衛隊の皆さんの功績を大変高く評価し敬意を表します。今後とも自衛隊の今後の活躍を一層記念して心より皆さんの活躍をお祈りいたしますというようなことをおっしゃってるんですよ。いいですか、自衛隊と米軍は共に軍事化をここに招くものにしかない、こういう時に自衛隊賛美してどうしますか。それも県の副知事がそのように県のデニーの代理ですから知事の意向を受けてるということが考えられます。私たちはこういうふうに身近なオール沖縄で選出した玉城デニー知事にもしっかりあなたこそ命を、うちなんちの命を守るために頑張ってくださいということをエールを送りながら方向転換もさせないとですね、今与那国のですね空港も OK が出ましたよ。行動については祈られてない言ってますが、そういう意味で2021年の9月にはですね、武蔵部の港を軍事使用することに関して、その時はデニー知事はですね、緊急事態でもない限り軍事管理を軍事しますと、ここは民間の港なんですから、沖縄県の管轄ですから自粛して使わませませんとおっしゃったにもかかわらず、今回はねスルーして使わせていくということになってるます。これを止めていきましょう。そして私たち自身の今の力でこの軍事化の波を止めない限り、戦争になってしまってからは戦争を止めるっていうのはどんなに大変なことか、戦争によって儲かる人たちによって動かされていますから、とても止める技は難しくなります。ですから私たち個人が申し上げて、それぞれで努力していきましょう。沖縄平和記念だから県にも何度も言っています。どうも沖縄県も今陳情要請のスケジュール調整を行っております。各人がそのようにすることで声を上げていきましょう。はい、頑張りましょう。
先ほどのところからですね、連絡が入りまして、自衛隊がまた向こうに動いているようにということで連絡が入っています。だから先ほどのところに戻った方がいいんじゃないかということで今、あるんですが、どうでしょうか皆さん。